サーナイトの中見たことありますか？どうも、ファンタジーを解剖するサイボーグ、ポケモン解剖学のナンバー8です。お待たせしました。本日はみんな大好き、みんなの嫁、ポケモンのサーナイトを解剖して解明していきたいと思います。サーナイトは命がけで信頼するトレーナーを守ろうとするポケモンで、海外での名前はガーニヴォーといい、守りや守護者の意味合いが強く、非常にトレーナー思いで義理堅いポケモンです。その容姿は白いドレスを着た美しい女性のようで、とても人気の高いポケモンでもあります。ということで、人間の女性のような見た目ということから、基本骨格はかなり人間に近いと推定されますが、見てください、細い。人間だったら心配になる、いや病気のレベルの細身で、立っていることもできないでしょう。実際に体格に合わせて骨を想像してみるとこうなります。ほんと幼児のような足と腕、こんなので果たして大丈夫なんでしょうか。ここで問題。サーナイトの足はとても細いですが、どうやってあの足で体重を支えているでしょう。1、筋力で支えている。2、サイコパワーで支えている。3、足が鋼のように硬く実は頑丈。4、大人の事情で立っている。正解は2のサイコパワーで立っているです。ポケモン図鑑の記述によると、サイコパワーで体を支えているため重力を感じていないらしい。トレーナーを守るために命を懸ける。つまりサーナイトの足はほぼ荷重がかかっていません。このことからサーナイトは進化の段階で常にサイコパワーという謎の便利パワーのおかげで無重力に近い状態になり、直立状態の体重を支える強靭な脚部および骨盤部の骨格や筋肉を必要としなくなり、さらにより小さなサイコパワーで体を浮かせられるように、無駄な筋力をなくし体重を減らす方向で進化していった結果、このような非常に細身な骨格に進化していたのではないかということが想像できます。宇宙飛行士が宇宙から帰ってくると、しばらく立つこともままならなくなるように、無重力状態は骨や筋肉をよりコンパクトにしてしまうのはポケモン世界でも同じようですね。さらにもう一つ考察を深めるとするならば、これだけ体全体が細身で無駄をそぎ落とした体格をしているにもかかわらず、一箇所だけ異様に大きな器官があります。そうです、頭部です。確かにあの可愛らしい顔を表現するには、大きな頭部に大きな瞳を描く必要があったという大人の事情も想像できますが、この頭部の大きさには先ほどからしつこく登場するサイコパワーが関係していると思います。文献ポケモンキルリアの図鑑には、トレーナーの明るい感情に触れてキルリアは美しく成長するという、発達した脳でサイコパワーを操るとあります。このサイコパワーをコントロールするには巨大な脳にあたる器官が必要ということがわかりますね。無重力状態をコントロールするのに、頭部の大きさ、脳の大きさだけは小型化できなかったのではないかということが考察できます。サイコパワーと脳の関係性はより深い研究と解剖が必要になってきそうですね。一見すると見逃してしまいそうなポケモンの体の特徴も、解剖していくとその理由がちゃんと分かってしまう。これがポケモン解剖学の面白さです。ちなみにこのサーナイト、トレーナーを守るためにはサイコパワーでブラックホールも作ってしまうそうです。恐ろしい。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。以上、ナンバイトの異世界解剖学でした。